ウスリーシロマスは、酒かシロマス属に分類される、淡水魚の一種。日本に導入された、シナノユキマスコレガナスマライナ、アイズユキマスコレガナスペレドと同族。ウスリーシロザは誤り。中華人民共和国に先北部から、ロシア沿海地方、及びカラフト、アムール川水系を中心に分布する。日本にはいない。最大で60センチメートル。 1> 2 1キログラムになる。背面は暗い大灰色で、頭部と角ヒレは黄色みを帯びる。体側から腹部にかけては銀白色。上下の顎はほぼ同じ長さであり、従って口は頭部の先端に開く。主な餌は小魚、甲殻類、水生昆虫。水温摂氏10度程度の正常な水域を好む。一つの水系内を季節的に移動する習性がある。 春、川の結氷が終わると、本流の浅瀬に移動して、活発に接触を行う。夏になり、水温が摂氏15度を上回ると、支流の消火栓に入り、ほとんど食物を取らずに、上流へ上流へと遡上していく。水温が摂氏10度を下回ると遡上をやめ、本流へ戻り、河川が結氷するまで、活発に餌を食べる。河川が結氷すると、 本流の深みに集まり、そのまま越冬する。繁殖期は10月下旬から11月上旬で、支流で行う。アムール川水系には、本種の他に近縁種のダウリアシロマスが分布する。ダウリアシロマスは上顎が下顎より著しく突出し、従って、口は頭部の仮面に開くので、本種と区別できる。また、アムール川では、 この2種間で大まかな住み分けがなされており、本種は中流域から下流域を、ダウリアシロマスは上流域から中流域を生活圏とする。ありがとうございます。